百州武道具店の動画。ある日、猿くんが散歩をしていると、カエルくんが道端でうずくまってました。痛いよ、かかとが痛いよ。どうしたの？剣道の稽古で右足のかかとを痛めたんだよ。それは大変でしたね。ほな。また猿くんが散歩をしていると、今度は公園のベンチの上でカエルくんが痛そうに寝てました。痛いよ、かかとが痛いよ。どうしたの？剣道の稽古で右足のかかとを痛めたんだよ。ほな。ちょっと待てー、さすがに2回目やないやろがいい。人がせっかくかかとが痛い言うて道端で死にかけとるのに全部虫かい。お前友達ちゃうかったんか。ええやな、ほんまにええやな。俺がこのままかかとが痛くなって一生歩けんようになってもほんまにええやな。そしたら全部お前のせいやで。助けてくれんかったお前が全部悪いんや。もうええわ、もうええわ。こっちは出るとこ出てもええんやで。なんかめっちゃ怒ってるけど大げさやん。剣道やってたらみんな右足のかかと痛くなったことあるやん。みんなあるよ、大丈夫大丈夫。ほな、それはちょっと違うよ、サルくん。は、この声は切り返し仙人。どこですか？どこにいるんですか？ここだよ、君たち。木の上か。今日ちょっとカッコつけてるな、この人。石でも投げとけ。ほれ、それや、それや。石はいかんでしょ。血出たよ。ほんまにちょっと血出たよ。大丈夫ですか、切り返し仙人。君たちいくら子供言うてもね、やっていいことと悪いことがあるよ。こっちは仮にも仙人だからね。仙人にそんなことする人いないよ、普通。そんなことよりも先生、今日は何を教えていただけるんですか？まあ、ええか。今日のお話はね、さっきカエル君が怒ってた右足のかかとが痛い件じゃ。え、そうなんですか？右足のかかとが痛くならない方法があるんですか？ぜひ教えてください。わし今日頭から血が出てるから帰るわ。タクシー。さらばじゃ。二人は仲直りしました。石当たったね、よかったね。こんにちは、百州武道具店の上です。うおー、やってますか。今日はね、稽古してて踏み込んだ時に右足のかかと痛い人、痛めちゃう人、聞いてください。特にね、中学生、高校生、部活でやってる子多いと思うんだけど、なんで右足、かかと痛くなるのか、そのお話やります。なんで右足のかかとが痛くなるかっていうと、この右足の着地が悪いからなんですよ。右足の着地がかかとからいってるから、かかとからいってるから。これは剣道の右足の着地じゃないんですよ。剣道の右足の着地っていうのは平行、平行、床と平行、これ床ね、これ足ね、平行、こうじゃないよ、こうよ、平行で足の裏全体でダーンと踏み込みます。ダーンと踏み込みます。だから音が違うの。かかとで行った場合はガツ、ガツ、ガツ、ガツって言った場合。ね、こんな感じです。足の裏全体で踏み込む、踏み締めるの場合にはもう、ポン、こういう右足の動き。わかります？かかとだけでガツ、ガツじゃない、全体でドン。こういう右足の踏み込みします。かかとから着地すると必ずかかとが痛くなります。これは、正面から見ると、ちょっとこうやって、ここ塗るね。こう赤く塗ります。右足の裏。よし。いきますよ。正面から見たときにこう見えるんですよ。わかります？踏み込んでくるときに足の裏が見えるの。足の裏が見える。これは剣道の踏み込みじゃないんです。剣道の踏み込みは、床と平行、平行、前に足出すときも足の裏見えない。初心者によくあるのが、右足を前じゃなくて上に上げてしまうパターン。これは本人は、やってる本人はすごく飛んでる気になるんですけど、あんま良くないです。上じゃなくて、力が逃げるんでね、上じゃなくて前に出します。前に出す。繰り返します。踏み込みの右足は上には上げない。下ろす、下ろす、下ろす。上じゃなくて前に出す。そして足の裏が絶対に相手から見えないように出します。それともう一つね、つま先が上がった踏み込みしてる人、相手から見ると足の裏が見えちゃう踏み込みをしてる人っていうのは、踏み込んだ時にこう、ここでブレーキがかかっちゃうんですよ。体の重心の移動にここにブレーキかかっちゃう。ブレーキがかかってしまうので、打った後この抜けるのができないんだよね。ここでみんなブレーキがかかってしまう。ブレーキがかかってしまう。これは非常にもったいないです。
右足の踏み込み足のイメージですけども、ここを足の先を前に出そうとするとこうなるんですよ。こうなっちゃう、よくないパターンね。相手から足の裏が見えるパターンね。ここじゃなくて、昔からの教えでこの膝を、ここを相手の足の間に入れるようなイメージでこう出します、こう出します、ここを出す、ここを出す、そしてここを相手に向かっていけば足はまっすぐこう平行になってるんで、そのまま下に踏み込む、膝ごといって下に踏み込む、膝ごといって下に踏み込む、こういうイメージです。足先ではなくて膝ごと前に出たら、足は床と水平、そのまま右足を小さく、足の裏全体を使って床を真上から踏む、床を真上から踏む、バーンというイメージですね。いや、偉そうなこといっぱい言いましたが、僕自身実はこの右足の踏み込み、この真上から床をドーンと踏み込むような踏み込み足ね、あんま上手くないんですよね。下手くそなんですよ。まあ、かかとが痛いってことはないんですけどね、もうあんまり思ったようにできなくて、ここが僕の課題だと思ってます。なぜなら上手い人、上手な人ってもう右足の踏み込みがね、全然違うんですよ。これが強い、強いから内も強くなるんです。これ繋がってるのは分かってるんですけどね、なかなかうまくできないです。じゃあ僕も頑張って稽古しますんで、皆さんぜひ一緒にやりましょう。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできる日を。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。